サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日はサンシーロからイタリアを代表する名門クラブ同士のビッグカード、ミラン対ユベントスの一戦を生中継でお送りします。この試合の実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この一戦はどちらも負けられませんから、序盤から止まり場の激しい攻防を繰り広げられるでしょうね。ホームのリガールミラーに対し、イベントスの攻撃がどこまで通用するのかが見込みになるでしょう。なるほど、ありがとうございます。それでは試合の方に目を移しましょう。カラブリアがサイドバックに、前にフォワードを1人置いて攻撃を組み立てるようです。AC ミランとインテルのミラノダービーは世界的に注目されるダービーです。日本人選手同士が対決したこともありましたね。こちらがユベントスのスターティングメンバーです。ゴールキーパーはシェスミ、ダニーロとサビッチがセンターバック、ラビオとホイビルクが中盤の真ん中、前にストライカーを2人置いています。この2人が攻撃の軸となりそうです。ミランのキックオフで試合開始です。ジョエリントン、モイズキン、最初から試合が動くそうでしたが、得点を決められません。まだ序盤ですが、チャンスは確実に決めたいですね。ルベン・ロフタスチーク、ジルーがスルーパスを通した。ミランのボールになりました。さあ、ボールを前に運びます。ここからどう得点に結びつけるでしょうか。ここは無理をせずキーパーに戻します。ボールを失います。ジョエリントン、ディフェンスがうまく対応。ルベン・ロフタスチーク、さあ、アタッキングサードにボールを運びます。何をしてくるんでしょうか。ここで取り返しました。チャンスになりそうです。決まった。ネットを追い出す見事なボレーです。リプレイですね。狙いすましたクロスを中の選手へ送っています。そしてフィニッシュ。この距離なら外さないでしょう。されて監督が苛立つのも分かります。プラン通りに試合を運べていないようですね。さて、ユベントスボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。ユベントスにフリーキックが与えられました。アドリアン・ラビオ、
攻撃はここで止められます。ミランがフリーキックを獲得しました。ベナセル、素晴らしい読みでインターセプトしました。オリビエ・ジルー、ユベントスのスローインです。アドリアン・ラビオ、ブラホビッチへ、サイドが空いています。うまくいきそうだったんですがディフェンスに阻まれました。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。レフェリーがユベントスのフリーキックを指示しました。ユベントスがパスをカットされました。ボールには行っているか、どうだ。ここはカウンターアタックを狙うか。ジルーへ、このチャンスは生かしたい。キーパーが止めました。シュートに素晴らしい反応を見せています。ミランにコーナーキックが与えられました。追加点のチャンスです。キーパーが見事にセーブしました。ユベントスにフリーキックが与えられました。ジョエリントン、ボックス付近の味方に入れてきた。これはナイスパスカット。これはいいパスだ。ラファエル・レオン、ディフェンダーがカット。モイズ・キーン、これは明らかなオフサイドです。まあそうですね、オンサイド側に戻ろうとしたところにパスが来ちゃいました。あそこに出しちゃダメですね。アドバンテージミラン、中の選手へクロスが渡ります。攻撃を組み立てられません。ここはボールをクリアしました。これはもったいない、オフサイドです。今のファールに対しての判定ですが、イエローカードです。プリシッチ、プリシッチ、コーナーキックになりました。ボールを入れました。決まった。これは待望の追加点でしょう。ミランがリードを2点とし、さらに優位に試合を進めています。映像が来ました。コーナーキックからのいいボールです。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。ドリブルで崩します。おっと、ブロックでシュートを阻止しました。インターセプトしました。チャンスになりそうだ。ここはオフサイドの判定です。オフサイドポジションに長くとどまりすぎですね。あれではパスを出す側もどうしてほしいのかわからないでしょう。ボールポゼッションが相手に移ります。ここは縦をつくでしょうか。中にはジルー、決まった。これは見事なボレーシュート。プレーです。一回の速いお手本のようなカウンターでしたね。そしてこのシュートです。これだけマークされていても決めてきました。大したものですね。
序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。ブラホビッチ、素晴らしいボールです。いい感じで攻めていましたが残念。ここでホイッスルです。さあ再びキックオフです。ユベントスは前半だけでかなりのリードを許してしまいました。ここから巻き返さねばなりません。ラファエル・レオン、さてここで他会場の試合経過をお知らせいたします。サッソーロの試合でゴールが決まったようです。はい、1点目のゴールがサッソーロに生まれています。現在スコアは1対0、時間は46分を過ぎたところです。わかりました、経過報告ありがとうございます。ディフェンスが冷静に処理します。ミリク、ここで攻撃を止めます。ここはカウンターのチャンス。ホイッスル、ミランボールです。キーパーがやすやすと処理しました。ブラホビッチ、ミニク、さあチャンスだ。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。ジルー、ここでなんとかボールに寄せてきました。入った。目の覚めるような得点シーンです。記憶に刻まれる最高のゴールが決まりました。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。そしてこのフィニッシュ、バックヒールで決めてみせました。テクニックを嫌というほど見せつけてくれますね。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。試合終了まであと30分あります。ミランのアドバンテージを見ています。ベナセル、相手のパスを通しません。しっかりとクリアしました。ロングシュートで狙う。遠目から思い切って打ってきましたがこれは入りません。威力は十分でしたが精度を欠いていました。そもそもシュートする場面だったのかという疑問も残ります。これでユベントスボールです。ドリブルで持ち込んでいます。思い切って滑っていった。いいところでインターセプトしました。試合終了まであと20分です。ロカテッリ、ルカ・ヨビッチ、
ミランがここでボールをロスト、カウンターを狙っても面白そうです。このカウンターは不発、ボールをキープできません。ミリク、ユベントスのスローインになります。今のファールに対しての判定ですが、イエローカードです。相手陣内でインターセプト、攻撃のチャンスです。ホイビルク、ディフェンスが奪い返します。さてここで他会場の試合経過をお知らせいたします。ベローナの試合でゴールが決まったようです。はい、最初のゴールがエラスベローナに生まれました。現在スコアは2対1、時間は82分を過ぎたところです。ありがとうございます。また逐次報告をお願いします。ここで交代枠を使ってきます。これはあるか、ボールをクリアしました。狙ってきた、これはキーパーのファインセーブ。コーナーキックとなります。見事なフィニッシュです。プレーで見ても見事なシュートですよね。ゴールを攻めつつ苦しそうな体勢から何とか振り向いてシュートに枠を引き込みました。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。ブラホビッチ、オカフォー、テオ、ディフェンスがうまく対応。アディショナルタイムは2分と表示されました。アドバンテージが取られています。ミラン、キーパーが立ちはだかった。ボールを入れた、ほとんどチャンスを生かせません。ゴールキックに変わりました。ここで試合終了です。敗れたのはユベントス、勝ち点も獲得できませんでした。今日はいいところが全くありませんでしたね。相手にあれだけ好きにやられればこのスコアも当然でしょう。今日の問題をしっかり修正して次の試合に臨んでほしいですね。今後につながる活躍ぶりでしたね。全体的なパフォーマンスは合格点を上げれるでしょう。今日の勝利にもよく貢献していました。これでまた周りからの信頼も高まったと思います。